フルール・マックスウェルは、ルクセンブルク、デュドランジュ出身の女子フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック女子シングルルクセンブルク代表。2012年イスタンブール杯に2位。ルクセンブルクのデュドランジュに生まれ、9歳の時にスケートを始めた。2000から2001年シーズン、トリグラフトロフィーのノービスクラスに出場し11位。翌2001から2002年シーズンには、 同じトリグラフトロフィーのノービスクラスで4位となる。2002から2003年シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦し、世界ジュニア選手権にも出場を果たした。2004から2005年シーズンにはシニアクラスのルクセンブルク選手権で優勝し、2005年世界選手権及び2005年欧州選手権に出場。2005年欧州選手権では、 自己最高得点をマークして14位となったものの2005年世界選手権ではショートプログラムを終え29位となりフリースケーティングへ進むことができなかった2005から2006年シーズントリノオリンピックの予選会に指定されたカール・シェーファーメモリアルで3位となりオリンピック出場枠を獲得するトリノオリンピックでは開会式でルクセンブルク選手団の騎士を務めた 競技では、ショートプログラムでダブルアクセルの着氷が乱れ21位。フリースケーティングでは、トリプルトーループでの転倒などジャンプで制裁を夏き総合24位に終わった。オリンピック後、ペアスケーティングに転向するという話があったが、2009から2010年シーズンのネーベルホルンハイより、女子シングルの選手として復帰した。ありがとうございます。